くん、マイルドな、ゆうと、はい、今回も繁盛さん、こうメンバーやっていきたいと思います。俺のターンだぜ。自分の引きは最近調子いいから当たりそうな気がするぜ。当たるね。最近春菜の出番がないんで、春菜の出番に出したいぜ。さあ行くぜ。どうした？これはもしかしたら大当たりの予感だぜ。ああ、で、サムちゃんを煽っていくスタイルだぜ。その通りだぜ。これを何というか知っているか、ゴールメンだぜ。ちなみに調べてみたんだけど、ボールガイ結構強いぜ。そうなんだ。なんかボール系のカードを3枚も手札に加えることができるぜ。結構強いぜ。なんで採用されないのかちょっといまいちよく分かってないぜ。あ、最近あのプレイヤーなんで。そのうちジムバトル戦出てみんなボッコボコにしたるぜ。俺のルギアは半端じゃないぜ。やっていこうぜ。はい、お願いします。いくぜ。モンスターではない、神だ。気が抜けるよね。欲張りす V だぜ。かわいいぜ。これいいぜ。愛着が湧くね。あー、当たりが見たいな。とりあえずあの青いやつ見たいね。そう、青いのも見たいし、あの違う色が見たい。とにかく ね青以上も見てみたい、ね、あのハテナとかなんか2個ぐらいなかった。ハテナとかあるの？ハテナがあったような気がする。アルナのカードぜ。青が見たいぜって言ったら来たぜ。よかったぜ、やっと来たぜ。春菜についに春が来たぜ。やっと見せ場を作ることができるのか。頼むぜ。ちょっとジリジリ行くか。いつもね考察するんだけど、だいたいこれで1000円いかないくらいのイメージなんだよね。一体どこからその声が出てるかだぜ。春菜、1000円いくかな、いかないかくらいのイメージだから、うん、1000円くらいのの予想して、ヒールなーと予想するぜ。だいたい俺の当たるぜ。全然違うぜ。消え失せろ、遊戯。あ、オリジンディアールが V、 かっこいいね。ハルナズチェック。はい。ハルナズチェックとは、ハルナが携帯でカードレスさんのところから金額を調べるだけ。いくら？280円だぜ。白掛け警察発動します。めっちゃ綺麗なディアールが出たぜ。今回はコロさんの社長さんとオリジンディアールが V の SR が出たぜ。こんな感じで今回はボールのオリバーやっていきました。はい、感想を一言どうぞぜ。久しぶりに当たって嬉しいぜ。それだけかとぜ。何を求めている？何も求めてないぜ。求めてない。それじゃあまた。はい。